場所なかった。この影は命の明かりを消す。驚いたんだろ。倒れる様を眺めることしかできない。敵は退く木など微塵もないようだ。戦いが終わり、クロードは太刀を鞘に戻した。案じるな、今助ける。敵の遠兵が向かっている。
クロードにとって退治できる敵などいないのだ。敵は固く信じている、手置きはしない。くれも鮮明だ。くらえ！クロードは務めを果たした。案ずるな、今助ける。クロードは息つく間もなく戦いに備える。
の錆となる。最後の敵が倒れ、クロードは息をついだ。案ずるな、今助ける。新手が姿を現した。一人のクロードが激しい戦いから退いた。いや、助かった。ラプトモのくせに案ずるな、今助ける。クロードは息を整え、次の戦いに臨む。
ロードも破れた。闇ガラス。世界に備え立ち上がる。我らたちはありよ。他にはおらんな。まだ行くでない。恐るべき敵がクロードに迫る。鬼の体はもう二度と動かない。休めそうだ。焦るな。今助ける。敵の息はまだくじけていなかった。目にも止まらぬ早業だ。
らなる敵勢が姿を現した。敵勢一の精鋭が送り込まれてきた。敵は全て切り捨てた。クロードはまっすぐ歩みを進め、次の敵を撃つために。Tsushimaを守ったクロードの話、お聞きください。
さすがの目利きですな。いかに舞う影。己の死にすら気がつかない。クロードはさながら死を運ぶ風だ。敵の新手が姿を現した。最後の一人を切り捨てて、クロードは束の間ではあるが安らぎを味わう。まだ行くでない。クロードには気の休む暇とますらない。敵の急所を割いた。太刀の錆となれ。最後の敵を斬ると、辺りは静まり返った。
せんぞ。恐るべき敵がクロードに迫る。力を合わせるぞ。敵は次なる戦いに備えて陣を組んでいる。相手であった。闇ガラス、ネガスとしてどうした。終わったな。まだ行くでない。イオの勢は諦めることを知らない。
ードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。クロードは立ち上がり受けた恥を注ぐ。一息つけそうだ。案ずるな。今助ける。慣れた力でも感じることができた。眺めることしかできない。片付いた。手こずったな。さらなる敵勢が姿を現した。クロードは彼方から静かに敵を葬った。クロードの戦いはまだまだ終わりそうになかった。Yeah!
ロードは務めを果たした。クロードは倒れたが、かろうじて息はしていた。復讐もう他にはおらんな。次なる敵はクロードが相対したどの相手よりも手ごわい。クロードが切り返し敵は敗れ、サビとなれ。敵の掩蔽が向かっている。くらえ。クロードが迷いの状態になった。初めて言った。今ので最後。クロードにとって対峙できる敵などないのか。落ちろ。死んでもらう。
クロードはなでき気味にした。今ので最後のようだ。案ずるな、今助ける。刃の錆となり果てた。我らたちを浴びよ。八幡の怒り。敵は仲間が倒れる様を眺めることしかできない。全て片付けた。
ることはなかった。とどめを刺さなかったこと、敵は悔やむことになろう。敵どもを打ち倒した。だが、まことの勝利へと至る道は長く、さらなる敵が待ち受けている。お話ししたい伝承はたくさんございます。
どの話でも語りましょうぞ。どの伝説をお聞きになりますかな？始めましょう。魂。神のもとへと続く道が開いた。クロードは感謝の気持ちとともに道を進む。Hmph!
力を合わせるぞ。
果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。神から力を盗み、猛虎兵の目は不気味な光を宿す。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。クロードに災難が降りかかる。命を落としかねない災難が。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。まるで獲物を狙う狩人のごとく。
わしの巻物ではないか。なくしたはずの。クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。
死ぬや否やクロードを呼ぶかのようにつづらが開いた。さあ、ゆるりも伝承に耳を傾けてくだされ。
どの話にいたしましょう。どの伝承に惹かれますかな。これはわしも好きな話。どの伝説をお聞きになりますかな。痛ましい話ですぞ。敵の息はまだくじけていなかった。黒が次々と積み重なる。終わりでないことにクロードは気づいていた。イオン勢は諦めることを知らない。
ることなく敵を葬る。せいにしがみついた。走るな、今助くんだ。復讐、やっと死によったか。まだ行くでない。お主に礼を言おう。力を合わせんぞ。戦いはまだ始まったばかりだ。敵の体から不意に命が消えた。クロードはふと気づいた。
さらなる敵が向かってきている。最後の敵を斬ると、あたりは引き返る。今助ける。クロードの戦いはついにその大地を迎える。クロードはいかなる戦いであろうと備えを怠らない。破れた。クロードは戦いにさえ立ち上がる。
雷のごとき一打ちだ。クロードはふと気づいた。さらなる敵が向かってきている。鬼の体は海の組へと加工された。クロードは立っておられぬほどの深手を負った。片付いたな。クロードといえども、次の敵は容易に勝てぬ手ごわい相手だ。ロードはさらなる戦いに備えた。Go to this.
人の技。男クロードは傷ついた仲間を捨ておきました。これで終わりでないことにクロードは気づいていた。敵は次なる戦いに備えて陣を組んでいる。クロードの眼はぼやけ始めた。最後のようだ。棒の者がクロードめがけて突き進む。休めそうだ。力を合わせるぞ。案ずるな。今助ける。クロードはいかなる
構えを怠らない。迷いは一切なかった。敵を退けた。行くでない。これでしまいではない。さらなる敵勢が姿を現した。我が太刀を浴びよう。別れを告げた。クロードはかろうじて生にしがみついた。
と死におったか。敵はすでに倒れた。クロードは生き延びたことにふうと息をつく。だが撃つべき敵はまだ残っている。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。どの伝承に惹かれますかな？